番な。釣りスタプレゼンツザ・ニュービギニングイン大阪。歓喜に沸いた大阪決戦冬の陣。オープニングマッチ中西学ぶファイナル大阪城ホール。2.22 後楽園ホールで27年の現役生活にピリオドを打つ中西学ぶ。最後は上からドンで動きの止まった本間朋晃にすかさず小島聡が剛腕ラリアット。中西のラスト大阪に花を添えた。27年大阪で中西学ぶデビューさせていただきました。失敗した人たちも俺が強いで街村に演じた人たちも俺が強いと何も強いけど思いっきり期待に出られたのが大阪のお客様です。ありがとうございました。 2.22 野人中西学の最後の雄姿を心に刻め。第2試合IWGP ジュニアタック選手権試合。初防衛のかかるショー&ヨーに金丸義信、エルデスペラードが非常攻撃だが王者にも意地がある。終盤一気加勢に攻め込み最後は必殺のストロング X。 見事初防衛を飾った。そして試合後には田口ジャパン監督田口隆介がショー&ヨー、いやヨー&ショー、今日はかなり精子かけて戦って嬉しいね。さらにロッキーロメロを誘いジュニアタックへの挑戦を表明。監督タック VS 六本木 3K 決戦は2.20 後楽園ホール。第3試合 IWGP タック王者組に驚きの結末が。バレットクラブの猛攻を耐え抜き勝利を飾ったのはエース棚橋博。王者組から一攫千金技ありの丸め込み。タイトルへの挑戦権を自ら引き寄せた。イブシコータをパートナーに 2.21 後楽園ホールで激突。第4試合ザック・セイバージュニアとウィル・オスプレイがヒートアップ。イギリス人同士の誇りが大阪城でぶつかり合う。最後はオスプレイと岡田和親の華麗な連携攻撃が炸裂。そして岡田が太一をレインメーカーで粉砕。力の差を見せつけた。第5試合ジェイ・ホワイトと真田が激しいつばぜり合いを展開。最後はジェイ必殺のブレードランナーが炸裂。真田からシングル初勝利を奪うとともに 1.6 大田区で生まれた構想に終止符を打った。第6試合 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合。1.4 東京ドームで新王者となった高橋宏夢がリューリーと初防衛戦。宏夢にとってリーは2018年7月
ドラゴンドライバーで長期欠場を余儀なくされた宿命の相手。両者は試合開始と同時にフルスロットル、胸板が真っ赤に腫れ上がるほどに殴り合う。その後も危険を顧みない激しい攻防に場内はどよめきに包まれ、終盤ヒロム・アリーのドラゴンドライバーを切り抜けると、最後は必殺のタイムボムを2連発。宿命のライバル対決を制した。面白くなってきたじゃねえか、ジュニア先生。俺は楽しみに待ってる。誰の挑戦でも受けた。国境を越えた喧嘩マッチの行方は、セミファイナル IWGP USAB 級選手権試合。暴力と暴力がぶつかり合う壮絶な死闘。そして激しさを増すしばき合い。最後はジョン・モクスリー必殺のデスライダー。鈴木みのるを葬り去り、2度目の防衛に成功。試合後には衝撃の展開。ザック・セイバージュニアがモクスリーを襲撃。You wanna come after my team? You beat two of my teammates so far. It's not gonna be lucky third. I've been a British wrestling heavyweight champion and British wrestling legend for years now. I'm moving on to IWGP gold. 果たして今後の行方は？二冠をめぐる因縁闘争、ついに決着の時。メインイベント IWGP ヘビー級 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合。王者内藤哲也に付き合わない健太に会場は大ブーイング。挑発を繰り返し場内を煽る。さらにはレフェリーレッドシューズ運動を KO し、ジェイ・ホワイトが乱入。悪行の限りを尽くしペースを握るバレットクラブだが、高橋ヒロムがジェイを排除すると情勢は一変。必殺のゴートゥースリープを変形デスティーノで切り返し、内藤が史上初の二冠王者としての意地を見せつけ、健太にとどめ。見事初防衛を果たした。試合後にはヒロムを呼び寄せ、俺とシングルマッチをやるのかやらないのか、内藤さん、覚えてますか？俺が海外遠征に行く前日に、お前が帰ってきたら指定対決しようって言ってくれたこと。お前はもちろん C やるに決まってるじゃないですか。シングル初対決、ジュニア王者 VS 二冠王者、決戦は 3.3 旗揚げ記念日。スイ
you